綺麗な赤い橋が現れましたね。東沢ブリッジ、東沢橋です。ここから景色見れそうだな、楽しみですね。すげえぜ、何なんだここは。この景色、ここは日本か。まあ日本なんだけど、すげえな、マジですげえところに来たぜ。美しい、本当に今日走ってよかった。っていうかね、今気づいたけどめちゃめちゃ寒いわ。やっぱ標高が高いからだな、とんでもなく寒いよ。びっくりしたな。いや、とんでもなくでもないけど、すげえね、全然暑くもなんともない。むしろかなり涼しい通り越してちょい寒ぐらいだね。うん、気持ちいいよ。さて、どんどん登っていくか。実はね、こっからまず清泉寮っていうところに行って、ワンチャンね、めちゃめちゃ有名な清里のソフトクリームいただこうと思ったんだけど、まだね営業してないらしいから、俺はねとりあえず野辺山駅に向かいます。こっからあと9キロぐらい、急げ。はい、ここを右に曲がるとね、清里駅であるとか清泉寮ね、そっちの方に行くようですね。ただ今は清里の方に進んでいきます。奥に、こちらが野辺山駅方面です。ちょっとね不安なのが水分ですね。さっきね牧場牧場で補充できなかったのがちょっと痛かったですね。道の駅小淵沢を出るときに1リットル水分を持ってたんですが、今はね300リットルぐらいまで飲んでしまってますね。まあそうは言っても水分補給しないわけにいかないんでね、まあしっかりね水は飲んでいきたいと思うんですが、自動販売機がね、俺の記憶だと確かどっかに一軒あったと思うんだよね。まあね、野辺山駅にはね自販機さすがにあると思うんでね、それはねちょっと期待したいと思いますね。ちょっとねしばらく物食べてないんで、ご飯食べたいと思います。じゃん、ポテトチップス、47都道府県の味、新潟の味、笹団子味。これいいんですかね、新潟の味は笹団子味ってことになりますけど、いいんですかね。いただきます。これぶっちゃけね、ずっと俺の部屋に置いてあったんだよね。なんか安くなってたんだよ、71円に安くなってたから買ったんだけど、これねずっと食べずに置いてあったんだよね。もう今回食べます。これはね、俺がね近いうちに新潟遮断マラソンにチャレンジしてやるぜという気持ちを込めていただきますんでね、ちょっと食べていきたいと思います。甘いんかなこれ。甘い。あんまうまくない。なんかね、お札スナックに似てるね。ちょっとだけうまい。ありがとうございます。すげえな、なんか道が広すぎて長すぎてさ、北海道感あるわね。奥にはね、しばらく道なりです。わかりましたよ、清里高原ホテルがあるんだって。あっちいいね、泊まってみたいぜ。なんだこの手、日焼けしすぎだろ。だだっ広い道をね走ってますよ。標高1437メートル。経験上ね、こういう風に細かい数字をわざわざ書くっていうことは多分最高到達点なんじゃないかな。そうあってほしいですね。いやちげえよ、よく考えたら野辺山までまだまだ登るんだった。残念、あと7キロは登りますよ。ここで T 字路にぶつかります。ここで清里ラインというのに乗りますね。そして佐久小諸方面へ向かいます。なんとなくね道を思い出してきましたね。ここで佐久の方に一旦行って、そっからねかつてね内田峠というところを通って群馬にね渡ったことがありますね。そん時はねめちゃめちゃ無茶な工程を考えてて、4日間で約270キロ強ですね、そのぐらいを走るっていうことをやろうとしたんですが、初日でね私は130キロ走るつもりだったんですよ。結局ね100キロちょっとしか走れなくて、予定してるホテルまでたどり着けなくて、
電車でそのホテルまで行って、翌日の朝電車に乗ったね、駅まで戻って走り直すっていうことをしましたね。今考えるとね、めちゃめちゃ非効率なことやってたな。ただね、それを思い出して感じるのは、目的をね達成するっていう強い意志は感じますね。うん、まあ自分らしいかなって思いますね。さて、やっぱりここ走ったことあるわ。思い出した、ハッピードリンクショップ発見しました。ここでね、かつても買いましたね、以前来た時も。ここでちょっとね、飲み物、水分を補充していきたいと思います。ラッキー、めちゃめちゃついてるぜ。美味しい麦茶とまろやかバナナ&ミルク。340キロカロリー、センキュー。340キロカロリー、今日の俺はついてるぜ。